藤原藤本、活動再開。来ましたね。はい。えー、弊社の先輩でございます。藤原の藤本さん。ね。藤本。が、ま、あの、この人当て逃げしてたんですけど、はい。えー、で、ちょっと謹慎していて、自粛かな。で、今回復活したと。YouTube で復活してましたね。 はい。吉本がなんかコメント出してました。弊社所属、藤原藤本俊文につきまして、2月23日をもって活動を再開させていただくことになりましたのでご報告いたしますと。えー、藤本は2023年10月に自家用車で接触事故を起こし活動を自粛しておりましたが、藤原の YouTube チャンネルにて活動を再開させていただきますと。はい。あのー、藤原さんの YouTube でもね、 謝罪動画も出してましたね。見ました。はい。すごくこう、あの、お二人とも黒のスーツで黒いネクタイですか締めてま。まあ当たり前けどボケゼロで、ね。何回も頭を下げてっていうのは見ました。まあ僕は言うても藤本さんの後輩にあたりますから。ね。まああの、そら、まあ、お笑い、テレビ、チームですから。ええー、まあ面白いこと言う仕事ですからね。また、 共演できたら嬉しいと思っています。はい。藤本さん先輩なんで。ね。まあ、後輩の僕が、こんな言うのあれなんですけど、まあ一緒に、またちょっと頑張っていきましょうみたいなことなんですかね。まあチームですからお笑いは。えー、ただーうーん。まだちょっと、復帰早ない え、じゃ復帰早ないうん、藤本さん。ってか、藤本。え ?10 月なん ?11 12、12、12、4ヶ月ぽっちええー、はあ、早いですね。ええー、復帰ちょっと早いから、すいません。一人賛否なんで、あの、ちょっとね、えー、我が社の、ね、先輩ということで、ちょっとそっちに肩入れした、これ、肩だったらよくないから。 肩入れしすぎたかなってって、ちょっとバランス取ってますが。ふきはやない。まだやろー。まだ藤本さん画面で見て、吐き気もやすい人とかおるやろあー。なぁ。ねえ、というわけでございます。あと、少し三脚が低かった。あの謝罪動画。何あの目線。少し三脚低いぞー。あれなんか、目線合わへんねん。 なんか変なね、変な三脚でした。あと、まあ、活動自粛されてた割には、こう、ね、まあ、うん、顔がパンパンに太られていたっていう、その、ええー、も、ま、う、あ、なんかね、こう、やつれられて、まあ、いやそ、それが全てじゃないですけど、あ、なんか、なんか、まあ、伝わるな、みたいな、あるじゃないですか。パンパンに太ってた。さすがや。この部屋、狭ない、みたいなやつ、やろうとしてる。再び。 まあね、まあとか言いながら、ただその今後のね、藤本さんの芸風とかが、あの人どうなんのほんで。人をいじることばっかりしてた人やから。あと、誰がそれを覚えてんねんみたいな、マイナーなニュースのことも掘り起こして言う、みたいなのが面白かった人じゃないですか。チュートリアルの福田が自転車にブレーキつけてなくて、なんか問題になってたぞみたいな。いや、それ誰を覚えてんねんそれみたいなのも言ってたじゃないですか。これどうなるのこれ。 藤本さんのやつはどうなるんですか、えー、まあ、それも含めてね、お笑いでなんかやっていくんですかね。それが、このことに関してはいじり、いじらせはなしにするのか。まあね、あの、当て逃げという、事件は事件ですから。ええー。一回生配信でね、あの、まあ、一回というか、数回生配信、僕の YouTube の生配信で藤本さん本人がコメントしてくれたりしたことあって、それは大変盛り上がって面白かったですよ。うん、普通にタピオカとかコメントしてたから、めちゃくちゃおもろかった。 うんでね、今、吉本の本,本社、東京・吉本の本社で配信してるんですよって言った藤本さんがコメントで、テープ回してへんやろなって言ってた。うん、やばすぎる、うん。テープ回してるよ、配信やねんから。ね。